皆様、こんばんは。今日は2020年11月5日木曜日です。ご存知のように、アメリカ選挙は今までとは少し違います。インチキだと言われています。トランプ大統領は提訴をしました。夜中、幽霊の投票権がたくさん現れました。14万枚です。しかも全てはバイデンへの 投票ですこれについては詳しく言いたいと思います。まず、昨日の動画での説明不足でしたので、少し説明させていただきます。アメリカは、もしトランプ大統領のままですと、日本はアメリカの補佐です。日本だけの力で中共との対抗はできないです。しないです。なぜなら、今日、中国には貿易輸入博覧会がありました。 日本の企業もアメリカの企業もたくさん参加されました。3回目ではありますが、前回は参加されなかったんです。これについては後で説明したいと思います。アメリカは中共との対抗では日本の協力が必要です。そうしないとアジアではまとまるのは難しいです。アメリカはやはり遠いです。中国は東南アジアの横です。 コメントでは14億人が中共を叩くべきだと言いますが、これは現実的には無理ですね。我々の教育では社会、政府のせいにしてはいけないんです。すべて自分の力不足っていう認識です。例えば病院に行けないのは国、制度が悪いではなく自分の力不足で行けないからですね。 例えば、病院に行っても、えー、お金で困りますと、そうすると自分の力が不足で稼ぎが悪いからですと。 中国では若い子であっても、まあ私であってもですね、まだ今週言いたいと思いますが土曜日、仕事をしながら夜学校を通うのも普通です。なぜなら常に勉強しないと進歩していかないと人材が多いからですね。すぐに抜かれてしまうからですね。 そうすると、年功序列もない、出身雇用もないですから、すべて実力主義ですね。いつ解雇されるかはわかりません。つまり、政府のせいにしないです。たくさんの人が、これが普通ですっていう認識ですね。本来は、このままでもいいんです。別に誰かに迷惑をかけていなければですね。 でも中国は拡張していく、威嚇して最終的には世界を制覇して自分の共産主義を世界へ。これが目的ですね。もちろん中共を好きな方は実にいらっしゃいますので、これはこれでいいと思います。最後は中共と同志になりますので、中国で歴史の改ざん、洗脳っていうのは中共がやっていますね。 インターネット情報を閉鎖しているからですね。情報を閉鎖して自分の放送だけを受け入れてもらうことですね。全て疑問というのはないんです。本来ならこれでもいいんです。12億人がまだパスポートがないですし、外国のことは知らないですから、十分幸せです。胃の中の革靴でも幸せなんです。 でも、周りの国がこれからは危険ですっていう意味ですね。アメリカにはテスラの社長の事業ではありますが、スペース X 社のスターリングですが、えー、スターリングですね。この話は以前の動画で言ったことはありますが、この技術を使って中級のネットの壁を越えることができます。 スターリングの回線を使って世界の情報、真実の歴史を見ることができます。でも信じるかどうかは中国人ですね。私以外ですが。信じるかどうかは別にして、やはり違う声が必要です。違う声があって疑うように なってきます。そうすると、中共は説明をしないといけないんですね。つまり、真実を公開することで、中共との対抗をすることです。そうすると、困るのが中共ですね。でも、日本はあまり心配しなくてもいいかなと思います。経済と市場は中国に依頼しているというのは事実ですね。あ当然、アメリカも依頼しています。縁を切るのは難しいです。 厳しいですね。このままでの付き合いでも大丈夫です。えー、いいですが、でもですね、付き合いしながら、えー、警戒をすることですね。このことを昨日言いたかったんです。留学生に関しては正直に言いますと、エリートの留学生は今まで、えー、アメリカとヨーロッパに行きます。やはり、 え、意味の国に行きたいですね。そして、え、科学技術の先進的な国に行きます。そして、約半分はそこに在住となります。日本の人口を増やすことはできないんです。でも、十分やっていけますので、全然問題はないんです。少しの問題もないんですが。コメントでは確かに収入は増えないんですが、でも、日本ですね、物価も上昇。 上がっていないのも事実ですし、中国では収入増えてきているんですけれども、物価も上昇していきます。例えば、不動産です。最終的はやはり買えなくなってきます。中国のマーケットはみんなのおかげで今までになってきました。機能っていうのは推奨ですね。 アメリカの国策、日本の利益のことを考えて、これからどうかなっていうふうに思いました。しかし、昨日のやり方では、中共は潰れる可能性はありえます。でも、潰れない可能性もあります。これはですね、あの、昨日の目的は、中共を潰すことではないんですね。日本は自分の利益を守ることが大事ですっていう意味です。他の意味はないんですね。 でも、中共は潰れるかもしれないです。これは、中共の対応を見てみないと分かりません。日本に中共を潰すことを期待していないんです。日本には無理です。今の力では無理ですね。香港、チベット、ウイグルについては、アメリカの動きを見てみる必要があります。ただ、日本が強くならないといけないと思います。 アジアへの貢献とは私には言えないですが、貢献なんかは必要ないと思いますが、アジアの安定、平和をリードするっていう意味ですね。まあ、つまり自分を守るっていう意味ですね。平和を守るには、やはり強い力が必要ですね。他の国は力があると、やはり危険な行為をする可能性はあります。でも、日本は大丈夫です。 これが私の本来の気持ちですね。しかしですね、アメリカの選挙ですが、確かに不思議なことがあります。選挙だといえば民主主義の国家のことですが、アメリカの選挙は複雑で、日本と台湾が個人的に好きですね、その選挙というのは。先週、バイデン、バイデンの息子さんと中共の関係を言いましたが、 それらの情報はすべてツイッター、フェイスブックに削除されていると聞いています。アメリカは民主的な国だと信じています。今回は少し違うかなというふうに思いました。580万人の人口の州が2000万枚近くの投票がありましたと。アメリカの夜深夜、幽霊の投票がありましたと。みんなバイデンへの支持ですと。 かなりの多くの方ですね。朝になって、昨日寝る前にトランプが有利でした。ほぼ確定ですが、朝目が覚めると逆転されてしまいましたと。噂としては民主党のバイデンは認キなことをしていると言われています。話によると、夜12時半寝る前ですね。ウィスコンシン州での投票状況は 299万枚の投票を公開されていました。これは合計の投票の数は、えー、数の94%でした。この情報を受けて逆に計算すると、当時の投票の数は318万枚のはずですね。しかし、約40分後、投票を公開する数は320万枚になりました。これが合計の投票の数、 の95%ですと。しかし94%から95%まで1%の差が 19万枚弱になりますが、これはおかしいではないかとトランプ側が疑っています。しかし、もっと重要なのは、ウィスコンシン州には全て子供も,も入れてですね、全ての人口は580万人です。580万人しかいない州がどうして2000万枚近い投票があったのでしょうかと。 これはおかしいということで、これから提訴をするとなります。もう一度数を数え直し、と投票権が本物か偽物かを調査するとなります。次はミシン監修です。写真 を添付しますすが、がこれれれ公開されているる疑問に思われる写真ですね。短い間でバイデンは急にトランプを追い抜けました。上、下、表がありますが、短時間で急に変わったと言われています。上の表ではトランプは有利です。220万枚の 投票されていますが、バイデンは199万枚でした。二人の差は約20万ぐらいですね。しかし、下の表ではトランプの数字はそのままです。変わっていません。 バイデンだけは急に213万になりました。短い間でバイデンの数字は14万も増えました。確かに一部の投票は郵送でした。このデータは最終的に公開されているデータです。データの更新も少しずつ変わっていきます。しかし疑われているのはこのデータでは一番はトランプですね。二番はバイデンです。 バイデンの下に3人がいます。この3人の数字も変わりません。バイデンだけ14万増え,るというの増えたというのは、他の人はみんな変わらないのかと。この14万の投票は全てバイデンを選んだという意味ですがと疑われています。 アメリカには選挙に制度があります。台湾、日本の選挙は透明度が本当に高いです。アメリカの選挙は連邦での選挙です。でも選挙の事務的なことをやっているというのは、えー、各州がやっています。 そして、州によって自分のルールがあります。自分の権力があります。つまり、アメリカ大統領の投票の管理する権利は、すべて地方の政府がやっています。これがあって、州によって法律も違いますので、問題、疑問があると、州の各州の裁判所に提訴をします。最後は最高裁になりますが、 つまりアメリカの選挙はまとまって一括管理っていうのをされていないんです。ミズリ州の中部にあるフルトンでは投票権を郵送するとき濡れたと聞いています。一時的に郵送停止となっています。アメリカでは多分ないとは思いますが、もし選挙人が 民意の声を無視して違う人に投票するとどうするかは分かりません。つまり、この選挙人の制度は不透明です。リスクはあります。トランプ大統領は投票権を郵送するのを嫌でした。しかし、バイデンは郵送するのを賛成していました。これがバイデンの 投票結果は急に上がる原因かもしれないです。でもトランプ大統領の投票権は郵送というのはやはりあります。約30%ですね。トランプはこれからやるのは一部の州での投票の統計をやり直しを求めています。統計だけではなく有効な投票権であるかどうかも調べています。偽造だと思われていますので。 私的にはアメリカの選挙は偽造、認識はないと思います。もしあればですね、アメリカは最低な国になります。今までどうなっているのかと思ってしまいますね。州総書記は日本に訪問に行きたいんです。以前の動画で言いましたが、でも断れています。日本と中距離の政治では冷たいですね。でもビジネスでは友好的です。アメリカ、 とも同じですが、中国には中国の国際輸入博物館が、えー、博覧会があります。3年前、習総書記が作りました。アメリカからの指摘があって、閉鎖的でもっと市場を 解放にしろと言われています。習総書記はアピールとしてこの活動をするようになりました。今年は特別です。去年まではシルクロードの関係国の集会となりました。みんな集めてホラーを吹くのですね。 外国からみんな集めてきて自分が偉いと国民に見せたいんですね。去年までシルクロードの国が参加されて展示されたのは手作業で作られたカバーなどの製品です。芸術品などですが、食品もありましたが、とても食べてみたいとは思わないものなんですね。先進国の展示品ならやはり価値ありますね。 この輸入博覧会っていうのは世界初なんです。自分の国に輸入してくるものを展示されています。みんなは輸出展覧会、博覧会ですね。中国は逆です。輸入展覧会、博覧会ですね。中国は自分で場所を作って上海で 開催して、中国に物を売りたい企業を読んできてですね、自分の商品を展示するということです。普通なら、物を売りたい方ですね、売り手が展示会に参加して、物を展示して、紹介して、商品を売りたいです。しかし、中国では、物を売りたい方を読んで、お金を出して、接待して、参加してもらいます。 参加される企業は、えー、チップの企業、あの、半導体の企業は当然いないですね。あ一応インテルはないが、ないです。ないですが、あの、いないですが、F35 戦闘機も中共には売らないですね。いつもならアフリカの企業ばっかりなんです。上海に来て、招待、接待されて、遊んで、 帰るときはお土産いっぱい中共からもらって帰ります。写真を添付します。去年の写真を見てみると笑えます。差別的ではないんですが、衆総書記の友人、友達はみんな黒人ですね。我々は言っているのは、衆総書記っていうのは、衆創書記はですね、前世、えー、前の人生ですね、黒人だったかもしれない。 だと言われています。今年はまた良かったんです。日本の企業があって、また収蔵初期はやはり自慢できました。付き合いしながら警戒をすると言いましたが、縁を切るとは言っていないです。もちろんですが、アメリカの企業も参加されています。テスラ、ゼネラルモーターズ、テスラは中国にあのありま製造されていますので、マイクロソフトなどですが、 今日中共は発表しました。アメリカ次期の、次のね、期の大統領を期待すると言いました。何ブ裏で動いてるかもしれないですね。今日はここまでにします。ありがとうございました。